カラカルパク語は中央アジアのトゥルク系言語の一つ。カラカルパクスタン共和国に居住するトゥルク系民族であるカラカルパク人によって話される。和社の大半はカラカルパクスタン共和国をはじめとするウズベキスタン領内に居住するがカザフスタン、アフガニスタン、ロシア、トルコにも和社が存在する。言語系統はトゥルク諸語の北西語群に属し、 カザフ語、ノガ外語に禁煙とされるが、近年では、語や文法面でウズベク語からの影響を顕著に受けている。他のトュルク書語と同様に、母音調和の特徴を有する。北西方言、および南東方言の二つの開方言に分類される。1928年までアラビア文字で、1928年からラテン文字で書かれ、1940年に、 キリル文字による聖書法が制定された。1991年にウズベキスタンが独立した後、キリル文字を廃止して、ラテンアルファベットに戻すことが決定された。ウズベク語において、ラテン文字の使用は、今や足し検討を中心に広まっているが、1991年には、カラカルパク語にもラテン文字による新聖書法が制定されたが、現在でも、 キリル文字による表記は広く使われている。その後、新しいカラカルパク語アルファベットの最後の変更は2016年に行われ、それまで使われていたアポストロフィのある文字の代わりに、アキュートを使用した正確な文字が導入された。2016年以前は、和 A、和 G、愛は、和 I、和 N、和 O、和 U、2009年以前は C は、TS と表記されていた。 ありがとうございます。